はい、えー、おはようございます改めまして速価塾の皆様そして FX オリギャラヒーの皆様新しい週が始まりました11月14日朝6時5分の相場解説になります週が明けましたんで週足を見ているんですけども結構きついですね先週は大きな陰線が出て今までの流れを断ち切るような大きさになりました今まで介入もありましたけどもそんな大きな流れを断ち切るかのようなこの大陰線です 今までに例がありませんこのぐらい大きな陰線が1週間で出てるともなるともうこれはですね今までみたいに買い一辺倒っていうのを当然多くの投資家さんは警戒しますので今までみたいにズンズン,ズンズン上がっていくことはないと思いますねですので今振り返ればここが転換点になってでさらにダメ押しで CPI があったのかなってことですよねこの大きな陰線というのは多くのロスカットを巻き込んで でですんで例えば160円とか170円を目指したポジションというのが借られたんじゃないかなと思いますよねいや本当に痛いことですでもロスカットラインをちゃんと設けていればここまでひどいことにはなってなかったはずなんですけどねうん、まあ、あとはあのお衣装を求めるような証券会社とは契約しないことですこの図から言えるのはそんなことですねはいでこれからの動きなんですけどもどういうふうになっていくかとってことですがそれはね分かりません ここまで大きな動きがあった後ってやっぱテクニカルっていうのは今までのチャートの動きによってこれからの値動きというのを予測するジューですあの手段ですからこんな大きなね値崩れが起きた後にじゃあテクニカルを取り戻そうってってす,すぐはそうはいかないんですよ。で今4時間見ていただいてあデイリーかデイリー見ていただいてるんですけどもこのデイリーだってね1日か2日でこの大きな流れが起きるわけですよ。で、えー、先ほどお話したように投資家さんはこの動きを見てもう。 右肩上がり一辺倒じゃダメなんだなってことに気づいてますから資金の注入には慎重になると思うんですよですんで私たちも慎重になっていきましょうであのデモをね普段からやってる方とかそれから少額でやってる方はもう完全にデモをしてください1週間はデモですあの実弾を入れてもあ,のあんまり意味がないですお金が減るだけですよお金が増えてもあんまり意味がないですですのんでスキルアップを第一に置いて稼ぐ損したっていうのはまたね未来に任しておきましょう 少なくとも令和5年からそういうことを始めればいいじゃないですか。あと1か月半はトレードしたところでしなくったって別に大きな資金の動きはないと思うんですよ。だからデモトレードで力だけつけていきましょう。はい。で、テクニカルがまだ作動してませんけども4時間の方を見ていきます。4時間の方を見ていくと、いやもう本当にね、ここまでの横ばいみたいなものが可愛らしく目立ってきますよね。でも、ブレイクってことで考えれば、こういったブレイクポイントっていうのは設けられたはずなんですよ。 でですんでここからねセルに入れたりとかもっと言ったらここからセルに入れたりとかねしないでもなかったんですよもうちょっと勇気とセンスがあるとここで N g に気づいて戻り売りができたかなっていうところもありますんで今振り返ればチャンスがなかったわけじゃないかなとでも今までの流れのようにいやいつか右肩上がりに戻るに違いない回復するに違いないっていう気持ちが強ければこの下落のポジションっていうのがね張れなかったと思いますしもっと言ったら玉を持っているとね さらに厄介な心理状態が働きます。それはいつか戻ってきて自分の含み損を消してくれるはずだっていうプロスペクトリ論なんですよいや厄介ですよこれに入っちゃうとうんだから皆さんはねプロスペクトリ論をきちんと理解して自分がそれに入りつつあるもしくは入りやすくなっているっていうことをまずは認識するべきですこれはねほとんどの方がかかりますんででかからなくなるためにロスカットラインとデモトレードを対応するってことなんですよ そうするとプロスペクト理論で負けてる人の数あの姿は見えますけども自分がそれを上手にかわしてるっていう意識は働いてきますさあ1時間で見ていきましょうあの今後の値動き予測できませんので今日一日は本当に観察することになると思いますいや本当に1週間は観察すると思った方がいいですよここまでの大きな値動きいや本当に10年20年でも起きないような値動きですからねこんなことを考えられる人っていませんよ、うん、いや本当にどうなっちゃうんでしょうね まあだからこれから言えるのはどの価格帯でバランスするのかってことなんですよ今131.766つまりは136円から140円の間で推移する可能性が高いっていう水準になってきますけどもそうなるとまたねレンジオプションとか組めるんですよ、まあ、トレンドもだからこそレンジが分かるからこそトレンドも見えるんですよ今両方とも見えてない状態ですんで何とも言えないですよね、うん、ということで一日は観察をしていきましょう今日はそんなところでえ最初の放送を終わっていこうと思います またのちょうどよろしくお願いします。